年帰りぬれど、世の中いまめかしきことなく静かなり。まして大将殿は物うくてこもりいたまえり。樹木の頃など陰の御恩時をばさらにも言わず、年頃劣るけじめなくて帝の渡りところなく立ち込みたりし、馬車うすらぎて、殿いものの袋おさおさ見えず、親しき軽視どもばかりことに急ぐことなげにてあるを見たもうにも、今よりは格こそはと思いやられて、ものすさまじく難。年が改まったけれども、まだ世の中は喪に服している良安といいますね。院がお亡くなりになって、その喪に服していて、何の派手なこともなくって、極めて静かである。まして大将殿は物うくてじっと家にこもっていらっしゃる。樹木、地方官なんかの任命の日ですね。あがためしの日です。この日はさすがに良安の中だといえ、人々が新しい位をいただいたりするわけですから、興奮したり賑やかになるわけですが、その樹木の頃なども、院の御時をばさらにも言わず、クリツボ院が位についていらっしゃったその時代、もちろんのこと、年頃劣るけじめなくて、幾年この方決して人後に落ちるようなそういう扱いはなくって、父の帝の庇護があったから、源氏のいらっしゃるところってのはいつでもときめいていたわけです。帝の渡りところなく立ち込みたりし、馬車うすらぎて、そのお屋敷の御門のあたりにもうところ狭いほどに立ち込んでいた馬や、あるいは車、それが今はすっかり数少なくなってしまって、殿いものの袋、宿直用に矢具なんかを入れて運んでくる宿直のものの寝具ですね、なんかを入れて運んでくる袋、その殿いものの袋なんかもおさおさ見えず、全く目に入ってこない、ほんの親しき軽視どもばかり、お屋敷を管理している者たちですね、源氏のお屋敷の管理の事務なんかに当たっている者どもばかり、ほんの少数のそういう親しい身近な者ばかり、ことに急ぐことなげにてあるを見た者に、もう格別取り急いで動いたりするような必要がないわけですから、なんかひっそりとのんびりとしている様子、それをご覧になるにつけても、今よりは格こそはと思いやられて、
ものすさまじく難ずっとこういう状態になっていくんだなとお思いになられて、荒涼としたお気持ちでいらっしゃる。